こんばんは、木津田朗です。こんばんは、福田直です。いよいよ二戸酒場放浪記ということで始めると思いますけど、はい、第1回目ですね。第1回目でございますね、はい、ここは二戸市の二戸駅から県道沿い北に20キロぐらい来たところでしょうかね。それぐらいですね。ホテル、はい、二戸パークホテルの前、はい、まずどこに行くんですか。そうですね、今日は記念すべき第1回目ということですので、ね、二戸には若手料理人の会というのがあるんですが、料理人の一人であります新谷さんと新谷さん、はい、はい、では早速行ってみましょうか。行ってみましょうか。二戸駅の東口から徒歩10分、数の街道を九戸城跡方面へ向かうと賑やかな上りが見えてきます。ちょっと洒落たモダン風の店内は落ち着いた雰囲気で食事ができるようにモノトーンで求められています。じゃあ、ママですかね。はい、エビスさん。そうですね、エビスさん。エビスさん2つでお願いします。ですね、お願いします。さてさて、今宵はどんな魚に出会えますかな。ありがとうございます。乾杯と言いましょうかね。乾杯。乾杯。いただきます。ご主人が持ってるものなんですか。ご主人が持って、あ、これですね。あ、その何で、キャンナですね。そのはね、こう商売をするために、料理になるために生まれてきたような人かなと私は。お前と出会えたやだーすごいっていうのが、うん、素晴らしい。これ技術ですか。うわー、そういうお騒がせをします。乾杯。よろしくお願いします。乾杯です。にぎやか好きのロウさん、早速お店に来ていたお客さんと乾杯です。懇親会見るからに懇親会じゃないですか。もうほとんど食い尽くしてますね。はい、どうぞ追加のものどんどん頼んでいただいて、はい、どうもありがとうございます。お話しますよろしくお願いします。僕は本当に失礼しました。はい、失礼します。お願いします。あっ、ナマコですね。ナマコですね。ですね。いただきます。いいんじゃないかい。いいんじゃないかい。このコリコリ感。二人とも初めからそんなに褒めて大丈夫ですか？うまい。日本酒は銘柄とか何がいいですか？やっぱ二戸の人ですからね。はい、南部美人やはりそうですね。冷やでよし、完全よしね、うん、いや、そろそろおすすめを頼むんでしょうかね、はい、何がおすすめなんでしょうかね、うん、おすすめをいただこうかなと思います。こちらですね、お客様の、まあ、年齢、性別とかそういうの考慮して、うん、お客さんに合うようなお料理を冷蔵庫の方にらめっこして、とここにないものも、はい、もちろんお客様の雰囲気でうちの大将がお料理を出しするっていうのがうちのおすすめなんです。あの、お客さんがお金持ってそうか持ってなさい。なるほど、そういうところも加味しながら。絵は小さいけれども今だいぶ太いことをおっしゃいましたね。ですので次期あのお料理いたしますので、はい、お待ちください。うちは牛の力じゃないです。口に合うサイズでね。え、口に合うサイズで。下ネタですか。いやおいしいのね。おいしいのね、はい。カウンターの向こうでは大将が腕によりをかけ始めたようですね。2007年の4月にオープンして以来、お隣青森県八戸市の漁港に毎日大将は通い、旬の素材を仕入れてきます。それらを使った料理は店に来る方をいい笑顔にしてくれているようですよ。まだでもさて、
次の料理がそろそろできてきたようですよ。はい、ぶっ飛べのつくねでございます。ぶっ飛べ、はい、二戸で今ちょっと力を入れてるつくねなんですけども、あの二戸の若手料理人の会っていう会があるんです。二戸っていうあの土地柄的にあのブロイラ、豚、鶏、ベゴ、ベゴで、ぶっ飛べのつくねっていう、うん、あのいずれは B 級グルメちょっと目指そうかっていう、なんかこうイベントがあるたんびに、うん、あのちょっと出店したりしてました、はい、うん、でうちのこれはうちのつくねです。あの料理人の会のつくねとはまたちょっと若干ちょっと手を加えて、え、違うの、はい、若干ちょっと違います、はい、料理人の会のつくねはつくねでまた美味しいんですけど、はい、これはうちのあらやの当店のつくねです。あらやのぶっ飛べ、はい、じゃあちょっと行ってみましょうかね。あらやのぶっ飛べでございますよ。あらやのぶっ飛べ、いただきます。ローさん、美味しいものは遠慮しないんですね。これビールだね。いいですね。美味しいですか。うまっ。うまっ。どうぞ、ローさん。あ、美味しい。なんで食べる。エアですか。食べて。ちょっとちょっと、お二人、真面目に食べてください。間違いない。美味しい。これうまいね、うん、うまい。まだこのコリコリがね、そうですね、軟骨も若干入って、あとホルモンも若干入ってます。ホルモンも入ってます。はい、入ってます。あ、であと雑穀も入ってます。で、うちはうちでまた別にネギとかつなぎでまたちょっと肉を入れて、これは随分手が込んでますね。そうですね、うん。一口噛んでグイ、そうですね、一口噛んでグイ、うん、わかるんですね。そうですね、はい、ローさん、ご満悦ですね。うん、でもなんですね、うまい。毎日噛み回しです。しょっちゅう噛み回しです。私もしょっちゅう噛み回しです。噛んでなんのです。甘く噛む。甘噛みなんです。いやー、すげーっていうか、そういう店じゃないです。あ、違うんですね。そういう店じゃないですよ。まだちょっと早い。はい、いやいや、まだ早い。なんだかおかしな夫婦のペースも上がってきたようですね。でも店主は人見知りだから喋る。人見知りでね。人見知りってどういうこと？あまり人ちょっとこう跳ね外すとき。本当はあまりカウンターに座ってほしくないんです。最初ポーカーフェイズなんか面白いです。いや、でも気持ちつけたりしてバクバクしてバクバクはい、うちの子も見ますけども、なんとかつけたいです。本当に本当に次の料理が運ばれてきましたよ。はい、うわー、来た来た来た。これはね、もうビール中断。これすごくないですか。粒だね、粒くも綺麗に取れますね。これはこれ牛だね。はい。ちょっとこれはね、はい、日本酒とお酒ですよね。南部美人の辛口と特別純米酒ございます。どちらがよろしいですか。特別純米でいきたいな。はい、お待ちください。またですか。もうお二人さん、アホでしょ。わさび醤油でじゃあいってみましょうかね。いいな、いいな。いきますよ、このね。どうですか。あ、これ叩きになってますね。ちょっとこの焦げた風味、はい、これビールでいきますね。焼いてないけど、つぶやかないと。あー、なるほど。これ何ですか。ここは肝ですよね。どうでしょう。あー、このね、切り感、たまんねえな。ちょっとこのコリコリっていいですかね、コリコリ、うん、もう、ね、海をいただくっていう感じですよね。うん、
ついでついで。ああ、ついでついで。見えるな。ありがとうございます。ローさんの舞坂好きも活躍し始めましたよ。器も美しいな、これな。あ、もう番組終わっちゃっていいですか。なんか多少難しそうな顔してますけど、いや、本当スケベなんですよ。こいでね、もうすぐ春ですね。そうそうそう、そろそろ楽しそうな話題始まってきましたよ。松田聖子とか、なっともりとか、小泉今日とか、キョンキョン、キョンキョン、キョンキョン、キャンディーズ、いやいやいや、キョン可愛かったですか。こう歌うと、この不安定さがね。わかんねえ。頑張れ。みたいな。わかんねえ。石野真子とね。ああ、真子ちゃんってやつですね。うん。あとちょっと遡るけど、あの浅田美代子のね。浅田美代子。浅田美代子。もう、あ、もうテレビ見てるとドキドキするんだけど、もう可愛いから許す。時間ですよね。サッチーと喧嘩した人でしょ。サッチー。なおさん若いから浅田美代子さん知らないみたいですね。遠い遠い遠すぎる。360度違う。360度元通りじゃないですか。ローさん、いただきます。気分うまいね。やっぱり気分うまい。どう？ね、どんこの肝とかも美味しい。これいっぱいあるね。次の話題は漆器のおちょこですか。いや、次回まで買いますんで。絶対前坂月、前坂月、ね、このサイズはもうないから、ね、本当ですか。うん、一個ちっちゃいですよ。もうちょっとちっちゃいでしょ。あ、僕のやつだけ一回りでかいです。一回りじゃない。それもこんなのってそれで横綱が飲むやつみたいな感じですか。そうそうそう、それでこう飲んで、そして今度それにこうスープを作ってもらって、はいはい、これはお決まり。なるほど。あったかいスープをあなたにあげる、あったかいんだから入ってきた。あったかいスープをあなたにあげるんだっけ。特別なスープ。あ、そうだ、特別な。OK、 OK。 2回もダウンですか。あなたにあげる、あったかいんだから。はい、どうだったでしょうか。どうだったでしょう。もう一本ください。はい、お願いします。はい、待ちください。はい、そう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 、うん、ルイベって北海道の言葉なのね。ルイベ、イガノ君がこうアップしよう。そうです、そうです。こう、こうやってスライスして、最高だね、日本酒は。最高。はい、ちょっと僕食べたことないんですね。どうぞ行ってみて。いいですか。お酒飲みに行って帰ってらっしゃるよね。そうそう、やっぱり日本酒飲んでらっしゃるから。酒のミックスですね、これ。酒のミックス効果があるんですか。酒のミックス効果。おー、うん、あんまり。こちらの各部屋です。これも肝も新鮮じゃないとね。そうなんです、そう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 。ないとこれ美味しくなる。新鮮もだし、あのやっぱり旬の時にこう安いし。今いい季節なんですか。いや、今は違います。夏だよね。夏です。はい、ね、夏になるとですね。だからお魚を買う時も旬の時って安いじゃないですか。結局それは何だろう、高いものはそれなりの値段するのは当たり前です。だけども安いけども美味しいっていうのを探して、食器を決めて、お客さんにも還元できるのがやっぱり楽しみだし、仕入れに行く時もやっぱりドキドキしながら、今日何かいいのあるかなと、いいのあるかな、これから春先にかけてこうホッケが取れるんです、八戸で上がるんで、ホッケのお刺身とかっていうのが出したことあるんですか。ホッケの話に食いついたローさん、ホッケでも根ぼっけ新ですね。回遊しないワンっていうか、その辺こういるホッケは割と虫が居づらくて、それはお刺身用って言ってるんですけど、根ぼっけっていうのはその地元、その地にもう根付いてる
ポッケっていう意味で寝ぼっけっていうんだけど、値段も高いのは高いんですよ。何でも刺身できるわけじゃないんだ。うん、いや、できるまではできるんですよ、鮮度の。ルイベ、衝撃のルイベ。衝撃ルイベですね。いや、だからイカの札って。いや、びっくりですね。次の楽しみになる魚の話も聞けて、ローさん、ナオさん、そろそろ次のお店に移りたくなってきたんじゃないんですか？いや、もう食べましたね。そうですね。じゃあ、そろそろ、はい、次の店に。はい、よろしくお願いします。はい、どうもお疲れ様でした。どうも。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あーということでですね、よかったですね、堪能してしまいましたね、はい、いや僕特にですね、八戸のあの珍味、何でしたっけ、うん、名前忘れちゃってましたね。いやいやいや、イカワタのルイベでしょ。ルイベルイベ言いたいのは、そう、あれがね、うん、たまらなく美味しかった。もう、ね、日本酒に合うものはルイベかなと。もう荒屋さんで勉強させていただきました。ローさん、ルイベね、時々自分で作って食べるんですけど。自分で？これは別物。荒谷さんの美味しいルイベ別。最高です。ああ、そうですね。で、いいご夫婦でしたね。そうですね。これがね。はい。うん。本当に美味しかった。ね。奥さんの方が主導権握ってる。ああ、そうですね。ね。はい。まあ、それが、はい、乗られてる感じですかね。はい。まあ、それが夫婦円満の秘訣ですね。そうですね。はい。はい。それじゃあ、それでは探して行ってみましょうか。もう行きましょうね、次は。